アンジェヒエロニム、フランチシェク・ザモイスキは、ポーランド・リトアニア共和国の貴族、政治家、伯爵。ザモシチの、第10代オルディナトで、1757年より1764年まで、イノブロツワ府県知事を、1764年より1767年まで、王冠領大法官を務め、ハリチュ、ルブリン、ブロドニツァ、ロストキの大官であった。ザモイスキは、 ポーランドの歴史において、最も重要な啓蒙主義の改革者、思想家の一人として知られており、1764年5月の政務において大規模な国家改革を提唱した人物だった。この意見書は、議会システムの改善、貴族権力の制限、濃度性の廃止を訴えたものだった。1760年、ザモイスキは自らの所領において、 濃度性を廃止したが、これは、共和国のマグナートの中では、初めてのことであった。1776年、改革を推進していた国王スタニスワフ・アウグスト、ポニャトフスキト政務は、ザモイスキに、共和国のための新しい法典を作成するように、要請した。1780年までにザモイスキの指導のもとで、ザモイスキ法典の名で知られる、新法典が編纂された。 この法典では、王権が強化され、すべての官僚が議会に責任を持ち、聖職者と教会財産は国家の監督下に置かれ、すべての無産修羅二から貴族としての所得権の多くを剥奪されることが決まっていた。ザモイスキの進歩的な法典は、憲法改革的な要素を含むものであったが、結局政務はこの法典を通過させなかった。ザモイスキ家の重要人物、 ありがとうございます。